ランクの味方にいてほしいのはどっち？ソクピレーナはソクピジェット。ソクピジェットはちょっと信用できないですね。データディビジョンのデップです。データディビジョンのチームで日本のリージョンに参加しています。無理やりエントリーが始まるでしょうか。当てた当てた AMVT プライドだ。うわ、渋谷は秋葉原、秋葉原、アニメが大好き。バッキーはジャッジ、ジャッジ、デップジャッジだ。 13-0 ゲームはオーバータイムゲーム、 13-0 ゲーム。ジェットはセイジ、ジェット。勝負しに行った。いや、そういえばアイスボックスのエーサイトはデップの庭でしたね。銃を無事に駆け回ります。ビーチ、バイク。ランクの味方にいてほしいのはどっち？ソクピレーナはソクピジェット。ソクピレーナ、ソクピジェットはちょっと信用で。 DRX はオンスレイヤーズは DRX、 DRX ナンバーワン。ジンクスはバイ、ジンクス。バインドはヘイブンは、バインドス。リーバーバンダルはプライムバンダル、リーバーバンダル。スパイクラッシュはデスマッチ、デスマッチ。スパイクラッシュは2回ぐらいしかやったことない。ハンバーグはカレーうどん、カレーうどん。僕がデータに加入するタイミングで大きなメンバーチェンジがあって、その時にもう大体あらかじめ、やることが決まっていたので、適応するのはみんな早かったと思います。天が打ち勝った。デップを隠すようなプレーだったんです。ここではデップ。2022年シーズンは世界の有名なプレイヤーたちといい勝負することが自分の目標です。去年ゼータはウィボキッドと対戦して、ヒート選手がすごい強かったってメンバーに聞いてるので、リベンジしたいです。そして今年こそチームのみんなでチャンピオンズに出場したいです。海外だとラズさんが有名かもしれないですが、みんな個性があってイケイケで楽しいチームなので、ぜひチームにも選手個人にも注目して見てほしいです。これは見えたでしょうか。いや、フラッシュがないんですよね。この試合はデップだ。世界大会で行ってみたい場所はイタリアですね。自分はパスタが好きなので本場の味を体験してみたいです。